こんにちは、こんばんは、おはよう、えです。今回第2話という形になりますので、前回の動画、皆さん思い出してください。視聴者さんの方が、実際に婚活業者に、女性参加費の婚活パーティーのね、婚活パーティーの女性参加費値上げを迫った結果ということで、じゃあなぜこれが起きたのかというと、この間の、東京銀座の婚活パーティーでひどいことがあったわけじゃないですか。本当は途中退席なしよっていうルール、ね、もうルール歌ってますんで、規定があるのにも関わらず、8人中4名の女性が帰ってしまったという、ね、自分の気に入る男の人がいないからっていうことで帰ってしまったというところで、これね、だからそれはじゃあなんでできるのかって言ったら、参加費に問題があるんですね。だって男は5、6000払うのに、女性は無料とか500円とか1000円なわけです。高くても1000円とかね、1500円とかなわけですよ。で、今回多分これ無料とか500円だったはずなんですね。で、だからもう次のパーティーに行きゃいいやと。今回はね、時間と、電車賃損しちゃったけど、まあ500円とかでね、無料とかで参加してるからいいやってなるですよ。当然ですよ。当然の結果なんですよ。だからこれがおかしいでしょと。だからそういうことを言ったわけですよ。業者に実際に電突じゃないですけど、メール突でね、電突みたいな形したわけですよ。で、その結果、ホワイトキーとオトコンとエクシオ、ホワイトキー、オトコン、エクシオっていうね、3つの業者に同じ質問を投げかけたんですね。で、ホワイトキーだけはね、ちょっと返事遅かったみたいで、前回の動画のように1社だけ来てませんよ。で、揃いました。整いました。懐かしいね、ねずっち。整いました。みたいなところで、エクシオと、男の回答は大体似たようなもんです。男はね、男性3500円、女性500円、同一価格で男性は女性の7倍の設定ですが、これで真剣な女性が参加すると思いますかという視聴者さんの方が質問を投げかけたところ、会費の設定は社外費でノーコメントとさせてください。まあ社外費ということで、まあ、大したノウハウじゃねえだろこんなのってね、思うんですけども、会費の価格差のご指摘はお客様の意見として上の者に話しておきます。まあ他人行儀というか、まあ、なんていうか、定型文みたいなね、返し方ですよ。もうデフなんていうのこれ、もうお約束ですね。で、エクシオの回答は、女性の会費はほぼ無料に等しいが、男性だけが会費払うのおかしいんじゃないかと、ね、御社の見解を聞かせてくださいという視聴者さんのメールに対して、女性の会費についてはパーティーの企画によって決めています。企画によって決める、それおかしいよね。だって女性が2倍で男の人数が2分の1の、そういうパーティーだったら分かるよ、だから無料なんですとか。だって同じ人数で揃えてるのに、同じステージに立っているのに、なんで女性だけが無料になるのって。今働いてる人なんか全然普通なんだからね。で、10代20代の女性だったら働いてないとかね、家事手伝いだったりとか、就職がうまくいってませんとかね、新卒で入れませんでしたって、お金がない方がいるんですよ。だけどもう30年40年50年生きた人間が、お金ないですっていうのも、それどうなのと。そんなんで婚活しに来るってすげえ失礼じゃねえかっていうところですよ。もうね、昭和と違うんですよ。昭和は女性は無職でもいいけど、男は働けよって、これもうおかしいじゃないですか。だってそれ専業主婦至上主義みたいな形で、でもそれ専業、女の人は専業主婦やれやっていうと女性差別になるじゃないですか。女性を軽んじてると、お前のお母さんじゃないとかって言われるわけでしょ。そうなってくると男女平等で働いてるわけなんだから、それこそ平等な金額を取ればいいだけの話ですよ。で、じゃあ平等な金額を取らないと何が問題があるのかって言ったら、必ずその参加の会に対して真剣度が低くなるんですよ。当たり前ですよね。だってタダなんだから。タダとか500円だったら、あ、今日パッと見ていい人いないなって、これ逆でもやるでしょ。男の人が、もし男側が無料とかね、500円だったらパッと見て、あ、今日同じやつしかいねえ、じゃあ途中で帰りますみたいな。で、規定外ですよ、ダメです、守ってくださいって言ったら、うるせえやいっつって、俺は客だっつって帰るでしょ。同じことやっちゃうわけじゃないですか。男だからそうするわけじゃないですよ。だからこの間女性陣が8人中4人帰ったわけじゃないですか。ルールを破ってまで、おかしいですよね。もう男性女性が働いて当たり前の世代、特にアラフォー以上のパーティー、まあ俺とかその視聴者さんはもうアラフォー以上の世代でやってるわけじゃないですか。だからまあ若い人たちは別として、まあ働いてる者同士、金取ってんだからちゃんと金払えやってとこですよ。
だから真剣さが足んないけど、で結果的にじゃあ何かって言ったら、まあそのエビデンスはね、根拠は言えないんですけども、と社外費にしちゃうわけですよ。これ都合いいですよね、社外費なんでって、大したノウハウじゃねえじゃんっていうところで、もう単純ですよ。女性を集めるため餌撒いて、魚を集めるんですよ、女性が魚としたらね。でそこに高い釣り場の代金を、徴収して、男の人に竿とね餌あげて、はい釣ってくださいって、その中で釣らせるわけですよ。でもその魚全然もうね、寄せ集めで集めてきたもんだから、餌の食いつきが悪いわけですよ。年収600万以上じゃないとダメとか、イケメンじゃないとダメ、高身長じゃないとダメっていう人が多いんですよ。条件から入る人が多いで、無料なくせにやっぱり真剣になんなくて、また次行きゃいいやって、次の場所に行けばいいや、もしかしたら釣られるでしょうってね。それですよ、もうそこになるんですよ結局。だから集めてももう真剣度の低い人が中にはいますよ、中にはいますけど、真剣度の低い、低い人が大半だということなんですよ。これはちゃんと参加した人間だから分かるんですよ。いろんなパーティーに行って、そして婚活をこれで3年ぐらいなのか、長年やってきていろんな方を見てきましたよ、ね、カップリングになった方、ね、数回で終わった方、本交際になった方、ね、いろんな方を見てるわけですよ。だから他の婚活系 YouTuber、 俺は婚活系じゃないけどもの方たち、ね、見て、まあ、多分分かるでしょ皆さん見てて、もうプロレスだとか、あとは妄想の話ですよ、空想の話、嘘を言ってるという、もう物語作っちゃってる方もいるわけです。でもリアルガチでやってるのは俺の動画だけなんですよ。まあ見てれば分かりますよね、本当にちゃんと分かってる人は分かります。で、まあ、相変わらずアンチのバカタレはいいんですよ、もう好奇の目で見ていただいて結構です。もうコメントできない方もいますからね、ざまあ見ろというところで、まあいいやそれは。でだから結果的にじゃあ何が言いたいかといったら、この業者は全てその根拠は示さない、だけど、遠回しに分かるでしょってことなんですよ。で女性をかき集めて、とりあえず場を作って、男にその分負担させて、だから高い値段と向こうが安い値段になるわけです。女性の分も負担してるわけですから、じゃあ誰が一番損してるのって男ですよ。でこれに気づいた今男のね、男側の、パーティーに参加してた方々が気づいてもうやめてるんですよ、今婚活パーティー行くの。あとはマッチングアプリとかそっちの方に行っちゃったりっていう方もいますけれども、だいたいそれはもう回数行かないようにしてたりとかね。俺もそうだ、そんなガンガン行ったって、だってもう同じようなのしかいないんだから、無理でしょってとこなんですよ。数打っても当たらないんですよ。下手な鉄砲を数打ち当たるっていうよく言いますけど、婚活に関して当たりません。だって同じのしかいないんだから、もう擦れた魚しかいないわけですよ。でそんな中で釣れるわけないじゃないですか。まあ、釣り合った方がね、いればわかると思いますけども、擦れた魚っていうのは何投げても、餌投げてもルアー投げても釣れないんですよ。でもやる気がないから、空気がないから、でもそれと一緒ですよ、難しいこと言ってないですよ。で、まあ、別にだから女性をディスってるわけじゃないんですよ。俺婚活業者をディスってるんですよ。お前らちゃんと考えろよと、この現実を受け止めて、せっかく参加者がこうやって貴重な意見を伝えてるのにもかかわらず、検討しますとか上の者に言います、バカかお前らっていう、そのうち潰れんぞと、はっきり言って。で例えば、ね、俺が考えてたのは、自分が成婚したら、そのこの体験談をもとに、司会とね、パフォーマンスで、マイクパフォーマンスで講演もやりながら、真剣度の高い女性と男性を集めて婚活パーティーを、ね、月1回ずつとかやりたかったんで、 年に、まあ、10回とかやれたらいいかなとかね。で男性も、4000円とかね、で女性は3000円とかねっていう形にして、それで自分の古民家カフェをやりたいって言ってたんですよ。でその自分の会場があって、まあ、こことかね、売っ払って他のところで、店構えようかなと思ってまして、でまあ、そういう夢もあるわけですよ。でそういうのができたらまあいいかなと。そうすればそこでね、司会なりとか場を和ます、マイクパフォーマンスができるわけじゃないですか。でこういう動画をやってるのは、実はそういうのの練習っていうのもあったんですね。まあ、本当にやるかどうかわかんないですけども、まあどっかしらで俺は有言実行タイプなので、まあ、ちょっと期待していただいたら面白いかなというふうに思ってますね。ずっとサラリーマンやってくるのちょっと面白くないんで、まあいや、ちょっと話がそれましたけども、まずこの業者に対して値上げを要求したところ、こういう結果でしたよと。なんで要求したのかって言ったら、そういうことがあったからですね。
だから真剣度の低い方が集まっちゃうし、だからダラ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 パーティーだけね行われているという状況が起きているようです。それでは、皆さんご機嫌に、視聴者の、方ありがとうございました。情報提供ありがとうございました。それではまたご機嫌を。じゃあね。